でこれがここに入ってます、はい、入ってますね、はい、でこれはノギスですね、はいはい、ノギスは1個、まあ、クラッチの調整だったりとかそういうので入れてます。でこれは、このここにあるピットあのセッティングボードのカバーです、ね、はい、このセッティングボードは、はい、これはイタリアで作ってもらったやつなんですけど、あ、自分、ね、ご自分専用の市販品ではないですね、はいはい、ですね、これちょっとあれですよ、めっちゃかっこいいんですよこれ、ちょっとこれすごいかっこいいですよ、これ名前が入ってこれ、あ、本当だ、はい、名前入ってるじゃないですか、はい、でもこれも、うん、持って歩かないです、僕はほとんど。あ、そうなんですか、はい、あのガラスでやっぱ壊れちゃうと、うん、あ、これガラスですか、ガラスなんですよ、ガラスだ、なんであ、これはちょっとあれですね、しかもこれ重量が、ね、あるから、あるので、海外編成にはちょっと持ってかないです、実際のところ、なるほどね、はい、すごいかっこいい、これメモリも入ってるので、便利な、便利形もね、こうキューッとね、縛られてて、はい、あら、いやらしい。で、はい、ここが終わりました。じゃ次はこの中で。で、ここは給油ガンですね。給油ガン。給油ガン。おお、給油ガンですね。給油ガン。はい。給油ガンをここの中に入れてます。はい。これも商売道具なので。給油ガンは予備はないですね。ないです。1個です。1個です。でまあ、手袋も何個か入れたりとか、うん、あとはここにスピアの、うん、これはエンジン関係のものを世界戦の後だったので、今、このまま詰まってるってことですね。はい。ただこの中に入れ替えはします、うんうん、まあ、パッと見今僕が見た中でマフラーがもう8本から10本ぐらい入ってましたね。あります、マフラー全部マフラーは結構いつも持ってます。マフラーってそんなに頻繁に変えるもんなんですか。あの組み合わせだって、あと曲がっちゃった、飛んで壊れちゃうと曲がっちゃうので、その松倉さんとかよく、そうですね、やっぱあのうちのドライバーは特にあの早いですけど、あのマフラー曲げるのも早い時があって、新品で一撃で曲げる時もあるんで悲しくなる時もあるんですけ ど、まあでも世界チャンピオン取るだけの速さはあるので ね、まあ、ですね、ありますけど、で、まあ、この辺がもう一個と、はい、それとラストですね、ラストもう一個で、ここに入ってるものがこれがパーツ類だったり、うん、まあ、エンジンのギア、うん、でこれも、はい、まあ、ギアは僕の流れもこれはこのピットバッグの中に入れとくためのギアなんですよ、はい、スペアでこれをこのままいつもこっちに あっちで変えることってあるんですか。あの、うん、ギアが舐めたりとかしたときにすぐ変えれるようにってことで、わざわざピットまで戻らなくてもその場で直せるようにってことで、で、あとこの辺もごちゃごちゃしてるんですけど、うんうんうん、一応小物関係はこういったものはこのままこっちにバサッと入れてます。あ、一応入れてるんですね、はい、でこれとこのギアとこれはネジ箱だったり、うんうん、これネジを細かく入れてるんですけど、これも、で、これはとか、ね、はい、こういったものあのいざ必要な時、うんうんうん、ちょっとした時に必要なものは全部こっちに入れてます、ね、なるほど、ここに。でそれ以外のもので、うん、まあこれはシムセット、ね、はい、クラッチを作るに、うんうん、あのクラッチのところの関係のものは僕が持ってるので、うんうんうん、まあ、いかにもメカニックなエンジンのものです。これはもう細かいですね、はいはい、でこれはホイールのリムを、うん、あのスムースに入るように、あのコントロールタイヤで、うんうん、海外のレースのホイールきつい時があったりすると、はいはいはい、リーマーを通さなきゃいけないということのリーマーで、こんなものが売ってるんですね。売ってるんですよ、売ってるんですよ、で、はい、これどっかですか。これはエクシードなんですけど、こういったものを持っててリーマーだったりこういうものを入れて、そうするとホイールのところが入りやすくなるので、うん、結局そのレース中の脱着がスムーズじゃないとダメですもんね。まあ、そうだし硬すぎて最初から入んないやつ、はい、そもそも入らなかったりする場合もあるんで、それはもうホイールにその時によって変わるので、うんうんうん、使い分けてもらってことですね、はい、これが一つと、あとこれ、これはピカあの、うん、マフラーを掃除した後に、うんうん、あのどっちも磨きたいというように入れてます、はいはい、なるほど、はい、でもう一個リポバッグはリポですね、 あれ用です、あの動力じゃないや、受信機用と、そうそう、受信機用の電池、全部受信機用です、そうですね、基本的には受信機用の電池を入れてます、うん、スターターボックスの中の、はい、リポってあるじゃないですか、はい、あれって1日持つもんなん、持ちます、あ、持つんですね、はい、実際自分たちだったら結構持ちます、うん、そんなに長く回さないので、あ、ですよね、しかも、はい、演奏もさせないですもんね、そうですね、はい、なので、うん、その辺は持ちますけど、うんうん、意外と持ちます、はい、わかりました、はい、でこの辺が大体この中に持ち物ですね、持ち入ってます、はい、じゃあこので、もう一個、うん、最後にこれあるんですか、もう一個最後にここにこういったものが入ってます。これはこれなんですか、ビート板ですか。ビート板、ビート板で、あのメーカーピットの時にですね、うん、膝をつくときに
なるほど、これ膝痛めますもんね。膝 痛くなるので、汚れるので、はい、ただでさえ汚れるので、はい、あ、なるほど。で、これがですね、ここの梱包材代わりになるので、こういう形で、これラスコンじゃないですよね、さすがに。これは違います。これはもうビート板ですか。そんなやつもで、それでこういう形で入ってて、はい、なるほど。で、シールとかをここに入れて移動してます。まあ、考えもつかないものが、ね、いっぱい入ってますが、じゃあちょっと工具箱っていうんですか、はい、いろいろ細かいものもいいですか。いいですか、はい、いいですか。いいですよ、全然大丈夫ですよ。問題ないですよね。問題です、全然大丈夫です、はい、で、はい、まず、うん、2つ、これはこっちはですね、うん、工具箱、ドレメルだけが入ってます。ドレメル、はい、あー、ルーターですね。ルーターですね、はいはい、ルーターだけで、はい、一応、うん、入れてます。これも。あ、これはもうルーターセット、ね、ルーター専用ですね。はい。なんでこれ。まあ普通の。はい。これやっぱりよく使うようなもん。使いますね。ルーター。確かに電動でもよく使いますからね。はい、なので一応ビット類を削れるものと、うん、よく使うものと、スペアのやつと分けて。工夫加工ってのはやっぱね、どうしても現場で使うので。はい。しますもんね。なのでこういう加工用の道具はこの中に入れて、うん、持っていけるように。なるほど。一応してます。これが一つと、はい、それとですね、はい、あとは。メインの工具箱ですね、はい、これすごいじゃん、ごちゃ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 ですこれすごいじゃんですよ、これ、はい、で、なぜごちゃごちゃかというとですね、はい、その理由があるんですよ、ごちゃごちゃ。僕の場合ですね、あ、そうかそうか、ここに全部刺すんですよ。なるほど。で、ここに位置が決まっててですね、あ、ちゃんと決めてるんですか、はい、で、一応この工具自体は数字が入ってるので、あ、1.5、2.5、で、3まであるので、で、ここにで、マイナスはここに刺すと。これじゃああれですか、梱包を解いたときにまずもうこうやってやっちゃう。そうですね。で、なのでラジペンをここに入れて、でハサミと、はい、例えばこれクラッチの工具とか、はいはい、でプラグレンチで、ニッパーとか、はい、プラグレンチ、でテンポ、お、さっきのテンポがここに刺さるんですよ。ははははは。で、ガンで給油ボトルがまあこっちだったりして、うん、でここにガンが刺さるんですよ、ね。なるほど、なるほど。で、あとはこれ 2.5 で、まあ3ミリがどこかにさっきあったな、3ミリまで、3ミリもありますね。で、そうすると、はい、まあ、で、これは、うん、この工具、うん、重たいんですけど、うんうん、なぜこれってか、うん、上から見た時にすぐ分かるんですよ、どこに、うんうんうん、これを急ぎで使いたい時って、うんうん、何がどこかって分からないので、うんうん、もうこの数字が見えるのが良くて、やつが一番いいですね。ここで、これを使ってます、はいはい、実際のところ使い勝手で一番大事なのは、そこが見えるか見えないですね。そう、そう、それが大事なので、うん、で、あとは、うん、マイナス、このヤスリ、うん、これもここに入れてます。これなんでヤスリを。これはですね、はい、エンジンのフライホイールを、はい、クラッチ調整するときに、はいはい、たまにこれで調整はできるんですけど、はいはい、そのネジが最初緩んじゃってたりとかっていうのがあるんで、はいはい、でその時にフライホイールを止めとくために、はい、この棒ヤスリでエンジンのところをフライギュッと止めとけるんで、る力で、でこの原理でそれでこれを1個入れてます。知恵ですね、やっぱりね、はい、まあ、そういうこともあって、はい、入れてどっかのタイミングで入れるようになったんですね。そうですね、はい、で、あとはこの中に入れとくのマイナス、うん、エンジン調整のものと、うん、あとは皆さんで言ったワンウェグリスっていうものが、皆さん、うんうんうん、これは、ホイール、うん、クイックチェンジャーありますよね。フロントのホイールをこうタイヤ変えますよね。変えますでその時に、はい、ホイール側にこれを塗っとくと脱着が簡単にできるので、そのために塗るんですか。ワンウェイのためじゃなくて、なるほど、まあ、これが一番、うん、よくてこれを入れてます。で、あとはペンを1本大体入れてます、うん、あ、前のタイヤが分かるように。で、あと、まあ、あとはまあ、あとはまあ一般的な普通のね。そうです。あとカッターとか特殊なものは特にないですね。で、まあクラッチツールですね。あ、まあこういうものが入ってたりとか、うん、ルーペ、これプラグを見るためのルーペが入ってたり、かっこいい、はい、あとは、うん、特殊で作るもので見ると、うん、まあハケを入れてたりとか、うん、まあ特殊じゃないですね。カッターハケを入れてます、はい、で、うん、あとそうだな、例えばこういうレンチ作って、L 型レンチって普通だと使いづらいじゃないですか。で、それを、うん、でも L 型にこういった絵をつけておくと、うん、意外とバギーなんかの時でもダンパス線のところの裏とか、うん、うちの食塩の裏側とかから作業がしやすいので、はいはい、こういう工具を入れて、 L 型はたまに使う時ありますよ ね、 これじゃないと思う時ありますからね、はいはい、そういう時用に入れてま す、 なるほどです、ね、あとは細かいものをごちゃ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 こんな感じで入ってます、実際のところ。あ、まあ、で、あとは電動
ドライ電動ドライバー使うのでそれのビットをここに入れといたりとかいう形にして、とにかくまあ使うものを詰めちゃってるから、ね、詰めてそれハンダゴテですか、これハンダゴテです、何ぞこれ、この細いのこれ、スタート、これもやっぱハンダゴテ、なんかの時に使うじゃないですか、まあまあそうですよね、だからといって大きいの持ってられないので、これだったらあのスターターの電池からでもできるので、はそれでこのハンダゴテをちっちゃいのがあるんですね、入れてます、それを素晴らしい、はい、まさかこの中にハンダが入ってるとはね、でまあこんな感じで、この岡持ちの中としてはもう大体これプラススターターボックス、スターボックスが来ればだいたいそうで、ここにプラグを、スペアのプラグを入れといて、でタイヤをコントロール台の引き換え機をここに入れたりとかして、でこれでだいたいいつも動いてます。なのでここの中に入るので、こっちの中にはごちゃごちゃのままでも別に使い勝手としては問題ないので、問題ないですね、はい、なのでこういう形で実際のところ動いてます、はい、ありがとうございます、はい、これで三浦正幸の全てですね、じゃあね、そうですね、だいたいこれで、はい、ありがとうございました、はい、We have next up。いつも動画見ていただいてありがとうございます、非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。